メスのアルヌルフは、フランク人のメス司教、メロビング朝アウストラシアの政治家。ピピン家のその一人であり、後のカール・マルテルやカール・タイ・テーラ・カロリング家の直接の先祖にあたる。彼自身の祖先は4世紀のローマ帝国の政治家、フラビウス・アフラニウス、シャグリウスまで遡ることができるとされている。アルヌルフの死後すぐに成立した聖アルヌルフの生涯では、アルヌルフの家系は、 とても高貴で、この世の財産に富んだ、フランク人であったとされている。800年代初頭、おそらくメスで、カロリング家の系譜が簡潔にまとめられた。この系譜は、新約聖書にあるイエスの系図を手本としたもので、歴史的裏付けはない。これによると、アルヌルフの父は詳細不明のアルノアルドという人物で、その両親は、アウストラシアの貴族、アンスベルトゥスと ブリティルトであると主張されている。さらに、ブリティルトは、メロビング家の統一フランク王、クロタール一世の娘であったとされている。このアルヌルフを、メロビング家の末裔とする説は、同時代資料である、聖アルヌルフの生涯には見られない。ただし、フランク人のもではサリカ法に基づき条件の、王朝継承が認められていなかったため、生涯では重要視されず、省かれた情報が、 後世まで語り継がれていた可能性もある。歴史家の J. デポインによると、アルヌルフは同時代のフランク人の記録で言及されているのに、対し、その父とされるアルノアルドは、カール大帝時代のイタリアの歴史家、パウルス・ディアコヌスが、ローマ人として記録しているのみである。聖アルヌルフの生涯では、アルヌルフの父親は、フランク人貴族、ボデギセルとなっている。アメリカの歴史家、 デイビッド・ヒューミストン・ケリーは、もう一人のピピン家の祖である、ピッピに一世の妻、言ったこそが、アルノアルドの子であり、結果的にメロビング家とピッピン家が、血縁関係にあることは事実であるとする説を、唱えている。フランスの歴史家クリスチャンセッチパには、上述の二人の説を検討、拡張した結果、アルグルフの父は、アルノアルドではなく、ボデキセルであり、その系統は、 メロビング家の属するサリー族ではなくリプアリ、フランク族の王家に連なる、と述べた。彼は、言ったが、アルノアルドの娘である可能性は否定せず、さらにアルヌルフの妻戸だが、アルノアルドの娘であるとも主張している。582年頃、アルヌルフは、ロレーヌ地方、ナンシー付近で、フランク族の有力な一族の子として生まれた。彼の家は、モゼル川とマス川の間に、 広大な領地を持っていた。青年期のアルヌルフは、メロビング家のアウストラシアをテウデベルト2世の宮廷に仕え、メス司教であるプロバンスのゴンドルフの教育を受けた。その後、アルヌルフは、スヘルデ川地域のドゥクスとなったアルヌルフは、テウデベルト2世の下で、軍事面でも行政面でも際立った働きを見せた。ある時には6つもの行政区を任されていた。 彼は596年頃に貴族の娘ドデと結婚した。長男は後のメス司教、クロドゥルフ、そして次男のアンセギセルが歴史上重要な人物である。彼はピピン一世の娘ベッカと結婚し、ピピン二世の父となった。つまり、アルヌルフはピピン二世の男系の祖父、カール・マルテルの曾祖,祖父、カール・大帝の五世の祖にあたる。アウストラシアの実権は、 テウデベルト2世の祖母、ブルンヒルドが握っていた。彼女は、ブルグンディアをも自らの孫の名で統治していた。613年、アルヌルフは、ピッピに1世と組んで、フランク貴族たちを率いて、ブルンヒルド政権を打倒した。ブルンヒルドは、聖惨な拷問の末に殺され、ネウストリア王だった、クロタール2世の下で、フランク王国は、再統合された。アルヌルフと、 彼の友人で、同じく宮廷の神であるロマリクスは、レランス諸島の修道院に入ろうとした。しかしアルヌルフの行政手腕を高く買っていた、クロタール二世は、彼に空位となっていたアウストラシアの、シュトメスの司教位を提案した。すでに妻がトレベスの女子修道院に入り、二層となっていたこともあり、アルヌルフはこれを神の意志だと考え、聖職者、そして後に司教となった。 その後もアルヌルフはカレーとして王に仕え続けた。623年、クロタール二世は長男ダゴベルト一世をアウストラシア王とした。ダゴベルト一世はピッピに一世を救済に任じ、彼とアルヌルフの補佐を受けてアウストラシアを統治した。624年、二人はダゴベルト一世を動かし、アギロルフィング家の有力貴族クロドアルドを殺害させた。 次第に宗教生活に惹かれるようになったアルヌルフは628年頃に引退して治療の防樹山脈に引きこもり修道像となった。この地にはすでに613年頃にアルヌルフの友人ロマリックがアマトゥスと共にルミルモン修道院を建てていた場所だった。629年にクロタール2世が死去するとアルヌルフはハベンダム付近に移り住み、 643年から647年の間にそこで死去した。その後彼はルミルモンに埋葬された。アルヌルフはカトリック教会の聖人に劣せられている。絵画では羊飼いの棒と共に描かれる。メスのアルヌルフについては以下のような伝説が伝えられている。王家に混乱をもたらした戦争や殺人を率いたことで罪の意識に苦しめられていたアルヌルフは モーゼル川に架かる橋へ行き、司教の証である指輪を川に投げ捨てた。そして、許しが得られるようなら印として、指輪を返してほしい、と神に祈った。残悔に長い年月を費やした後のある日、漁師が司教の厨房に持ってきた魚をさばいてみると、腹の中から指輪が出てきた。これを神の印だと悟ったアルヌルフは、直ちに司教を辞して引退し、 忍者として、余生を送った。アルヌルフが司教をやめるとき、王宮の地下室から火災が起き、メスの街中へ広がらんばかりの勢いになった。勇気に溢れ住民と心を共にしていたアルヌルフは、火の前に立ち、もし神が私を焼き尽くさんとするならば、お心のままにと叫んだ。そしてその場で、彼が十時起きると、火はたちまち退りていった。 メスの教区民が全自教の遺骨を受け取りに、ルミルモンに向かった。この時は7月で、彼らは猛暑に苦しめられた。飲み物はわずかで、地形も険しかった。疲れ果てた人々がシャンピニオを断とうという時、その中の一人のドゥックノットというものが、聖、アルヌルフが、その力強い鳥なしによって、我々に幸運をもたらしてくれますようにと祈った。その時、 壺の底にわずかに残っていたビールがどんどん増えていき、やってきていた人々すべての乾きを癒し、さらに欲うに、メッツに帰還した彼らが楽しめるほどまでになった。ありがとうございます。